ホルス16とは架空戦機、朝日の艦隊に登場する架空の航空機である。名前はエジプト神話のホルスに由来する。前世に計画されていた円盤機を高精度第三帝国のオカルト科学技術を背景に実現しなおかつ大幅に向上させた機体である。基本的に飛行はジェットエンジンで行われるが発進時の浮上は下部に設置された。 イオンドケットと最速飛行時にはスクラムジェットエンジンで飛翔する。初期型は時速2000キロ程度。現場では防空溶撃用一区機として用いるより空中魚雷を用いた対艦襲撃機として使うのが特策であると見ていた。しかし、あらゆる航空機をも上回る超高速飛行で起動可能なため常人には飛行時の G に耐えられず、 薬物を用いて強化した細胞具が操縦を行う、有人型、ME2008 と、電波操縦コンピュータ制御を行う部人型、ME2009 の2タイプを開発したが、連合国側の電波妨害によって、次第に ME2009 が使えなくなり、ME2008 の目となった。本機は1941年から開発され45年には、実戦配備が行われていたが、実戦投入は、 翌年2月の連合軍による心臓作戦の際の迎撃戦である。この際、投入されたのは9機で、そのうち2機が日本海軍局実艦隊機関、日本ホタカへの攻撃を観光刺激追。残り7機は、毒本土での防空戦に参加し、その活躍のためしばらく連合国側は、ヨーロッパへの本格空爆を控えるほどであったが、48年7月の、 理性の十作作戦において本拠地であるアルプス要塞に日本陸軍特殊師団霞部隊及び連合国側将兵にすり替わっていたビシー政権軍の分身弾攻撃により基地が破壊されたため姿を表すことはなかった第三次世界大戦から投入された新型円盤機偵察機能力を有していた16型とは違い 35mm 機関砲を 装備した重爆撃機迎撃用の戦闘機。なお、速力は時速 1000km 程度に抑えられている。なお未登場だが、他にも17、18、19型があるらしい。OVA 第4巻から登場したが外観は、実在機である F5U フライングパンケーキを Z 化した外観となり、単なる高速機として描写された。また、第12巻では、 なるびくに出現した朝日艦隊航空戦力への迎撃に出動するも、極日艦隊艦艇及び三つけ改めから発射された対空噴診断によって多数の機体が撃墜され、残存機もアルプス南方要塞へ帰投したところで、アゴ線から発射された機械弾頭搭載の巡航噴診断の攻撃を受けて、基地要員が窒息死して全滅以後登場することはなかった。 ありがとうございます。